テザー付き人工衛星の創造図テザー推進の記事では宇宙機などについて長く強靭な紐を使って軌道を変更したりする方法について解説するロケット推進などとの対比から推進という語を使うこともあるが力学的には押すのではなく引くことが多い原理的に推進剤の消費がないという利点があるただし 電流を使う方法などでは、電力の消費などはあるので、その場合は発電のために燃料を消費する場合はある。すでに行われているものでは、マストによる実験などがある。2007年現在では、第二位マなどの結晶質プラスチック繊維をテザーに使うことがある。将来的には、少なくとも 60GPA 以上の張力強度が期待されている。 カーボンナノチューブなどの材料が検討されている。電気力学的テザーは電動性のテザーであり、電流と惑星磁場との相互作用で推力を得る。これは宇宙船の軌道を加速する方向にも減速する方向にも作用させることが可能である。テザーが磁気圏を横切ると電流を発生し、宇宙船のエネルギーを節約する。テザーに直流の電流を流すと、 磁場と反発する力が生まれ、宇宙船に水力を与える。電気力学的テザーは、発電にも応用できる。重力勾配安定化または、重力安定化あるいは超積力安定化と呼ばれる方法は、安価で信頼性が高い。この場合、電子工学もロケットも燃料も使用しない。姿勢制御テザーは、一方の端に比較的小さな質量があり、もう一方の端に、 人工衛星があるという形状になっている。二つの質量間のテザーには、超積力による張力がかかる。超積力がなぜ発生するかについては2種類の説明がある。まず、上にある質量はより高速に軌道上を進んでいるため、遠心力によって上に引っ張る力が発生する。下にある質量は速度が相対的に低いため、下に引っ張る力が発生する。 もう一つの潮積力の説明として、細長い物体の上の方が、下の方よりも重力の影響が小さいため、引っ張られる程度が上と下で異なる。地球上ではこの方式で得られる効果は、微々たるものだが、宇宙空間では他に大きな力は働かないのである。このようにして得られる、潮汐力で人工衛星の姿勢を安定させ、人工衛星が周回する惑星に常に、 同じ面を向けるようにする。単純な人工衛星は、このような方式で姿勢を制御することが多い。また、振り子のように振動することを防ぐため、液体の入った瓶などを搭載し、液体の動きで制動をかける。ロトベーターという用語は、ローターとエレベーターを組み合わせたカバン語である。ロトベーターは、高速で回転するテザーであり、先端は高速で移動する。 宇宙船は一方の先端とランデブーし、そこに固定され、テザーの回転によって加速される。その後、適当な時点でテザーと宇宙船を切り離し、テザー先端の速度に加速されて、宇宙船が進んでいくことになる。これには動力を必要とする。テザーの運動量や各運動量が変化するため、そのエネルギーを補充するコストがかかる。この場合のエネルギー補充には、 様々なものが利用できるため、多段ロケットで燃料を消費するよりもずっと安価である。ロトベーターは外部からやってきた宇宙船を減速させるのにも使え、その場合ロトベーター自体の運動エネルギーは増加する。つまり外部からやってくる宇宙船が与えるエネルギーと惑星から上がってくる宇宙船が奪っていくエネルギーが均衡すれば余分なエネルギーを必要としなくなる。 惑星の周回軌道にあるロトベーターで先端と地表の相対速度がゼロで高高度で物体を掴むものをスカイフックと呼ぶ。このようなロトベーターは中心力のストレスに耐えられる材料がないため現在の技術では妥当なコストで建設できない。回転速度を3分の2程度にすれば中心力の応力は半減する。応力耐性を強めるには中心部分を太くすればよい。 月のように大気がなく、周回速度も遅くて済む場合、ロトベーターの先端が地表に接するようにもでき、月から地球への安価な輸送手段となる。このためには一定のエネルギー消費が必要と考えられるが、月の表面から貨物を持ち上げたとして、月の表面自体が地球に比べて位置エネルギーが高いため、貨物を地球を周回する低い軌道に乗せることは、 エネルギー効率的に好ましい。ロトベーターは運動量の交換によってエネルギーがチャージされる。貨物を重力場内で高い位置から低い位置に運ぶ場合、運動量がチャージされる。質量を落とすことでロトベーターの回転速度は上がる。例えば月と地球の間にいくつかのロトベーターを並べるという方式が考えられる。 ロトベーターは月からの貨物を地球に運ぶ際に運動量がチャージされ、その運動量を使って地球から月への貨物を運ぶことができる。ロトベーターは理論的には太陽系全体の安価な輸送手段となる可能性もある。その場合、貨物の輸送先は太陽や地球などの大質量の天体となる。地球や土星などの強い惑星磁場では、 電気力学的テザーを応用した電動式ロトベーターが考えられる。これは発電機としても使え、発電により核運動量を失い、逆に太陽光や原子炉で発電することで核運動量を増すことができる。なお、核運動量を増すにはテザーに電流を流す必要があるが、回転方向によって電流の方向も変えなければならない。 弱い材質でロトベーターを構築する方法として、ロトベーターを楕円軌道で周回させるという方法がある。この場合、近地点で貨物を受け取り、より高い軌道で貨物を投げるために、テザーの長さを変えたり、貨物のテザー上の位置を変化させる。つまり、各運動量だけでなく、周回軌道における運動量も変化させることで、必要な強度や、 サイズや質量を劇的に減らすことができる。これを周回の運動量も利用するという意味で、レボベーターと呼ぶことがある。レボベーターでの運動量のチャージはさらに複雑になる。もう一つの弱い材質でのロトベーター、構築方法は、地表で貨物を受け取るのではなく、ある程度の高度で乗り物を捕まえて軌道に投げ上げる方法である。例えば、マッハ12の航空機を、 地球の大気圏上層で捕まえ、軌道に投げるのである。その程度の速度をロケットで実現することは容易である。これにより燃料を節約でき、輸送機関を単純化して貨物積載量を増やすことができる。NASA はヘイスタル計画の研究を行った。これはマッハ10、高度1 0 0トルまで極超音速機で加速するものである。本研究では、 ザイロンやスペクトラといったすでに実用化されているもので十分建造に足ることを示唆している。ロトベーターの実用的な改良として貨物を捕まえるポイントを先端だけでなく複数用意して様々な運動量を与えられるようにするというものがある。また、リニアモーターをロトベーターに装備することでロトベーター自身の各運動量以上に宇宙船を加速させるというアイデアもある。 超積力安定化の手法を使ったテザー推進の一種。スカイフックという用語は、イタリアの科学者、ジュゼッペ・コロンボが提唱したものである。先端がマッハ12から16程度で移動するものは、極超音速スカイフックとも呼ばれる。テザーが長ければ長いほど、先端の速度は遅くて済む。先端が設置して、地表との相対速度がゼロになったものは、軌道エレベータとみなせる。 航空機や低軌道の輸送機関がスカイフックの一方の端に貨物を届ける。スカイフックでは一般に軌道エレベーターのように貨物をもう一方の端に運ぶ手段が必要となる。ロバート・レーモンド・ボイドとディミトリ・デビット・トーマスは2000年スカイフックのアイデアで特許を取得した。ロバート・イル・フォワードらが設立した企業テザーズ・アンリミテッド・インクはスカイフックをテザー・ローンチ・アシストと呼ぶ。 軌道エレベーターは惑星の時点を回転の原動力としたロトベーターの一種である。例えば地球では軌道エレベーターは赤道から静止軌道までを結ぶ。軌道エレベーターはロトベーターのような動力源を必要とせず惑星の各運動量をエネルギー源として機能する。欠点はその長さと利用可能な材質が未知である点である。地球に 軌道エレベーターを建設する場合、2021年、現在の技術では、利用可能な強度の材料が存在しない。火星圧機なら、現存する材料で建設可能である。軌道エレベーターは、ロトベーターよりも1エネルギーの総量が大きく、重要な部品が破損した場合、エレベーターを構成する物質が、軌道周回速度で地表を直撃するという事故になる。そのため、 ケーブルの材質としては地表に激突する前に燃え尽きるものが望ましい。単純なテザーは微細な流星物質で簡単に切れてしまう。単純な一本のテザーの宇宙での寿命は1 0トルあたり5時間と言われている。他にもテープや布を使うことが提案されている。ロバート・ P ・ホイトはヨリートが切れた時に周りのヨリートにそれがまとわりついて 強度を保とうとする性質を持った網の特許を取得した。これをホイテザーと呼ぶ。ホイテザーの寿命は理論上は数十年である。地球を周回する低い軌道ではスペースデブリにも注意が必要である。軌道エレベーターやロトベーターには材料の強度の問題がある。非常に強いプラスチック繊維で月や火星でロトベーターを構築することは可能だが地球では強度が足りない。 理論上、超音速や極超音速の航空機でロトベーターから貨物を運ぶことは可能とされている。テザーを制御する機構は非常に重く振動の制動のために非常に複雑になる。ワルター・エドワーズの提案する1トンのクライマーは振動を検出して制動をかけるのに使える可能性がある。クライマーはテザーの修理も行うことができる。 貨物を捕獲する機構も簡単ではなく、捕獲に失敗すると大問題が発生する。網を貨物に向かって放つなどの方法が提案されているが、いずれも重量や複雑さに問題があり、別の失敗を生む可能性を持っている。現在工業的に製造されている材料のうち、非強度が最も高い部類の材料はプラスチックであるが、これらの材料は、 太陽光に含まれる紫外線や低気道、大気中の場合は原子状酸素などにより劣化するため劣化を防ぐためのコーティングが必要となる。日光の放射による加熱、夜間の放射冷却により強い熱ストレスにさらされる。高温、低温治療法で強度が維持できるものが望ましい。各種クロミズム技術を用いて放射率を制御するか。 放射スペクトルを制御することで、受熱、放熱量を制御することも、解決法の一つである。導電性テザーによる軌道の変更は、時間がかかるものの、燃料や電力を必要とせず取り付けも容易なため、デブリにテザーを取り付けて、軌道を下げたい危険に突入させるというアイディアが、提唱されている。テザーの開発は、巨網メーカーの日東製網が協力している。 2016年12月に打ち上げられたコウノトリ6号機において実証実験が行われたが装置の不具合のためテザー進展は行われずテザーに電流を流すための装置である電解放出型電子源の動作確認のみ成功したまたデブリにテザーを取り付ける掃除衛星の研究も始まっているボガー、トーマス・ J ・バンガム、マイカル・ E ・ー・ホワード ロバートエル、ルイス、マーク J、リサーチグラントナンバー07600から018、エルフェーズ、アイファイナルレポート。NASA ナサインスティチュートフォーアドバンストコンセプツ、ハットスペーステザーズ、スリンギングオブジェクトインオービット、バイ、ネルボイスナショナルパブリックラジオから 16K プリル200、2007ハットグーグルパテントサーチ、スペースエレベーターハット、テザーズアンリミテトインク、テザーロンチアシスト。 スペースエレベーターチャプター7デスティネーションズアーカイブド2007年10月25日アット・ザ・ウェイ・バック・マシン立川住高・住ミタ宇宙機の輻射制御の最前線電熱 JHTSJ ボリューム57ナンバー238 15,https, コロンスラッシュスラッシュ www.htsj.or.jp スラッシュ wp スラッシュメディアスラッシュ 20181pdf 東電製テザー研究開発部門ジャクサ三菱電機ドスペース2009年4月コラムボリューム2自己増殖を続ける宇宙ゴミを掃除せよ林君よ環境事業日東西網株式会社 htv 搭載導電製テザー実証実験の結果について宇宙航空研究開発機構研究開発部門 http コロンスラッシュスラッシュ w w w a r d j a x a j p スラッシュ picup スラッシュ k i t h t m l 2017年2月19日閲覧 j a x a 掃除衛星の研究開発に着手マイナス10年後小型機実用化 日刊工業新聞2010年3月17日へ閲覧ありがとうございます。